オレゴン州マクミンビルにあるリサイクル製鉄所シュニッツァースチールインダストリーズインクは鉄工業と金属スクラップのリサイクル業を営む企業でありオレゴン州ポートランドに本社を置いている自動車金属リサイクル部門は自動車の車体や加減製品工業用機械製造工程で発生するスクラップ 橋梁や建物、その他の公共建築物の建設や解体に伴って、発生する廃棄物を回収し、リサイクルしている。ピック・エヌプルというブランドで運営する52店舗で、回収を行っている。2016年度の自動車、金属リサイクル部門のリサイクルの実績は、鉄スクラップについて3、300万トン、非鉄金属スクラップについて510、100万ポンドであった。 2016年にはリサイクルされた金属は24カ国の顧客に売却された。鉄鋼部門は医療鉄筋や鉄線、コイル鉄筋、乗降などの鉄鋼製品をほぼ100%自動車、金属リサイクル部門でリサイクルされた鉄で製造している。2016年度には鉄鋼部門は48万8千ショートトンの鉄鋼製品を販売した。1906年に ロシアからの移民であったサムシュニッツァーが個人商店の金属スクラップリサイクル業者として創業した。1946年に法人化した。1947年から1950年の間に創業者の息子であるハロルド・シュナイザーが入社した。1993年に新規株式公開により上場した。2003年1月にピック・エヌプルを買収した。 2005年10月にグリーンリーフオートリーサイクラースを買収したが2009年に売却した2005年10月にアメリカ合衆国南東部20拠点を持つ金属リサイクル業者であるリージョナルリサイクリングを買収した2006年にアドバンストリサイクリングを買収した2007年12月にアメリカ証券取引委員会は 元会長兼 CEO のロバート・フィリップを中国の製鉄所に関する取引における連邦海外不敗防止法における贈賄権指定違反により罰金を課した。2008年11月にタマラ・ラングレンが CEO にジョン・カーターが会長に就任した。2010年1月にシュニッツァー家が持ち株を売却し20%以下の持ち分となった。 2010年4月にモンタナ州ビリングスのリサイクル業者であるゴールデンリサイクリングサルベージを買収した。2011年にマサチューセッツ州アトルボロのステートラインスクラップ CEO を買収した。2013年に本社をオレゴン州ポートランドに移転した。2015年に自動車部品部門と金属リサイクル部門を統合し、自動車金属リサイクル部門とした。 ありがとうございます。